皆さんこんにちは。歌うヨギーニ、ソプラノ歌手でヨガインストラクターの森かおるです。歌とヨガの相性の良さをつくづく感じているものですから、こうして歌うためのヨガという動画を配信しています。少し前までは椅子で簡単にできるヨガというのを10本ほど出していますので、よろしければそちらもご覧ください。今はこうしてヨガマットを使ってね、簡単にほぐせる、そして簡単に歌うための筋肉を使うという動画を配信しています。今日は歌うための腹筋、腹筋っていうのはね、何層にもなっていることをご存知でしょうか。一番わかりやすいというか、一番鍛えやすいのが腹直筋ですよね。腹直筋はシックスパックって言われますね。はい、一番外側にあるんです。ですが、歌う時に使うのはもっと内側の筋肉なんですね。で、一番大切なのが一番内側にある筋肉、腹横筋。このお腹周りの天然のコルセットと呼ばれている筋肉なんですけれども、そこをちゃんと使ってあげると声が出やすいんです。ちゃんと体が、体幹がしっかりしますし、呼吸をちゃんとコントロールできるようになるんですね。ただこの腹横筋、一番内側にありますから、普通の腹筋、息を止めた腹筋ではなかなかアクセスしにくいんです。そこで今日は腹横筋にアクセスできる腹筋のやり方をお伝えしていきたいと思います。ぜひやってみてくださいね。で、大切なことは呼吸を止めないということです。呼吸を止めてしまうとやっぱりアウターマッスルの方に行ってしまうので、呼吸をしながらゆっくり動くことでインナーマッスルに働きかけていきましょうということです。ここがとても大切なことですね。もうヨガは本当に呼吸が大事です。で、呼吸することでインナーマッスルに働きかけるということになっていますから、これだけは絶対に忘れないでやってみてくださいね。それでは早速やっていきましょう。ではね、まず今からやる腹筋ができるかどうかを試してみてください。その後に足りない部分を鍛えていくというやり方でやっていきたいと思います。はい、ではまずね、足をまっすぐ伸ばして骨盤を立てたところから始めていきます。手を前に出して息を吸って、吐きながら骨盤を倒していきますね。で、骨盤の後ろを順番に、浮くところのないようにね、お腹をマットに押し付けながらですよ。背骨を下から順番に下ろしていきます。順番にです。順番に順番に、ゆっくりゆっくり。そしてようやく今頭がつきました。吸いながら頭を起こして、背骨今度上から順番におへそ見ながら、お腹に力入れながら吸って吸って吸って、順番に起き上がってきます。いかがでしたでしょうか。これがね、普通にできたっていう方、腹横筋ちゃんと使えてます。途中であってなってしまった方、その足りない部分をね、鍛えていきましょう。大丈夫ですよ。やっていくうちに腹筋はね、すぐに鍛えられるんです。で、実際この間60代の方がね、やはりこの腹筋ができなかったので少しお家で練習したんですって。そしたらその後の歌のレッスンで、本当に今までにないぐらいずっとこうちゃんと支えた声が出たんですね。なのでこれはね、すぐに効果上がりますから、ぜひやってみてくださいね。では、足りなかった部分を鍛える、まあ主にと言いましょうか、下と上に分かれますよね。どっちかですね、どっちかが足りないことが多いです。で、歌に大切なのは実は下の腹筋、一番まずはね、大事なんですね。じゃあそこからね、やっていきましょう。膝を立てます。で、手はね、まあ前だと難易度上がります。これでもいいですし、太ももの後ろでもいいです。これでね、後ろに倒れられれば。で、それでもちょっときついという方は手を後ろについておきましょうか。肘曲げたままね。ただここで支えるとお腹に効かないので、ちゃんとお腹をグッとね、力を入れますね。じゃあここからやっていきましょうか。吸って吐きながら後ろに、手の力は軽くですね、倒れていきましょう。で、この辺でおへそ見たままね、止まりますね。吸って吐いて、お腹が動いてるのを見ましょうね。吸って吐いてを繰り返します。はい、吸いながら起き上がってきて、リラックス。これをね、何度かやってみてください。そうですね、1日3回とかやってあげるともうすぐに効果上がると思います。
先ほど言ったようにここでも大丈夫。大切なことは呼吸でしたね。吸って吐きながら後ろに倒れていきますね。おへそを見てお腹にちゃんと力を入れましょう。で吸ってお腹を動かしながら呼吸しますよ。吐いて吸って吐いて吸って起き上がってくるという感じね。じゃあ手を前に出してやってみましょうか。吸って吐きながらおへそ見ます。このまま吸ってお腹を動かしてみて、吐いて肩力抜いて吸って吐いて吸いながら起き上がります。吐いてリラックス。どれでもいいです。ご自分に合ったパターンでやってみてくださいね。そうですね、2呼吸ぐらいしてから起き上がってあげるといいと思います。ではね、次は上の腹筋です。やはり膝を立てた状態でねやっていきましょう。そしてね、この時に腰が浮かないようにぐっとマットに腰を押し付けておきましょう。この方が腹筋がちゃんと使えますし腰も痛めないです。これが浮いていると腰を痛める原因になりますし、アクセスしたい場所と違う場所が働いてしまったりするので、ちゃんと腰をマットに押し付けますね。これだけでも腹筋使ってる感じになると思います。ではこの状態からまずはね、一番優しいやり方ですよ。肘を使っていきましょう、ね、手は肘をついて手は軽く落としておきますね。手のひらマットです。一度息を吐いて肩力抜きます。吸いながらおへそ見ながら起き上がっていきましょう。肘でちょっと支えていいです。このまま吐いてお腹を動かして呼吸してね。吸って吐きながらゆっくり降りていきます。これ結構きついかも。リラックス。では次はね、次のやり方、太ももに手を軽く添えます。肩力抜いて一度息を吐いて吸いながら腰をマットに押し付けながらおへそ見て起き上がります。この辺で息を吐いて、まだ降りませんよ。吸って吐いてゆっくり背骨を下ろしていきます。リラックス。では一番きついやり方、手をまっすぐ斜めに上げておきましょう。一度息を吐いて吸いながらおへそ見ながら起き上がってきます。このまま吐いて吸って吐きながらゆっくり頭を下ろしていきます。手を下ろして、はい、いかがでしたでしょうか。腹横筋ね、ちょっと使ったなって感じになっていたら成功ですね。これが使えれば声美人への第一歩はもう確実ですからね。ぜひやってみてください。今日も健康のつぶやきを一つしていきたいと思いますが、片鼻交互の呼吸法っていうのを少し前に挙げたんですけれどもね、片鼻ずつ塞いで呼吸をしていくというやり方なんですが、あれはね、なぜ片鼻ずつ塞いでいるかというと鼻の仕組みが関係あるんですね。鼻っていうのはね、いつも均等に両鼻が働いているわけではないそうなんです。うまい具合に片方ずつね、ちょっとずつ休んでるんですって。一定時間なので、両方の鼻のバランスを整えてあげましょうという呼吸法だったんですね。で、皆さんあると思うんですけど、鼻が詰まった時ね、どうしてますか。鼻が詰まっていた時はね、詰まっている方の鼻を例えばこっちだとしたら上にして横になっておくわけですね。そうするとバランスが取れてね、鼻の詰まりが取れます。もうこれ確実ですから、ぜひやってみてくださいね。こっちが詰まっていたらこっちが上になって横になる。しばらく横になっているとね、必ずほぼ確実にそちらがね通っていきます。両鼻のバランスがそれで取れますのでね、これはね、自律神経と関係しているそうなんですけどね、鼻が通ってることってとても大事なことなんです、実は。自律神経が乱れていると
鼻が詰まったりすることもあるそうですので、ぜひね、鼻でしっかり呼吸をして自律神経も整えていきましょう。ということで、今日の健康のつぶやきはこのぐらいにしておきます。この動画が少しでも役に立ったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。チャンネル登録していただくと、私が動画を上げた時にすぐに、ね、通知が行きますので、すぐ見ていただくことができます。たくさんの方に見ていただけると私も励みになります。今後も頑張ろうって思いますのでね、ぜひ今後もご覧ください。それではまたね、元気に過ごしていきましょう。いろいろなことがありますが、とにかく自分の体を元気にして、でしっかり歌って健康を保っていきましょう。それではね、またお会いしましょう。